浅草を食べる。古川六波。十二回があった頃の浅草といえば震災前のこと。中学生だった僕は活動写真を見るために毎週必ずロックの常設館へ通ったものだ。初めて来々軒のチャーシューワンタン麺というのを食って、ああなんたる美味だと感嘆した。来々軒は日本館の前あたりにあって汚い店だったが、このうまかったこと安かったことは我が生涯の感激の一つだった。少年時代の幼稚な味覚のせいだったかもしれないが、いや今食ってもうまいに違いないという気もする。品料理は50番や品宝楼もあったが、なんといっても来々軒が圧倒的だった。今の松竹座の横、ロックへの道に大魚地という、これこそは浅草だけにしかない不思議な食い物があった。台湾産の植物から作ったとかいうところてんのごとき怪しげな食い物というより飲み物に近いだった。愛玉ただと書いて大魚地と読むんだから、よほど不思議なことがお分かりだろう。震災後は見かけたが今はない。その大魚地の何とも形容できない甘酸っぱい味をふと思い出すことがある。三つ豆の船輪も古い。芋羊羹あんたまの船輪、これは今日まで続いている。中店まで行くと観音様へ向かって右の裏通りに、だるま、宇治の里などという、今で言えば大衆向きの料理屋があった。これは中学生以前、まだ子供だった頃、父母に連れられてよく行った。卵焼きだの、きんとんが弱焼くしたいほどうまかった。震災後の浅草は、昭和8年に笑いの王国という喜劇団を結成して、僕は喜劇役者になり、3年間も毎日浅草に出ていたのだから、随分浅草中の食い物には馴染んだ。今半、チンヤ、松木の牛鍋、すき焼きとは言わなかった。から、中瀬、清水、天富士の天ぷら、金田の鳥、と書いていて、区役所横丁の雑居屋のシチューはうまかったなぁ。俺はどうして食い物のことになると記憶がいいんだろう。話を元に戻して、昭和8、9年だ。新中店の宮古という小料理屋。そこがうまくて安くて答えられなかった。鍋物が良かった。あんかけ豆腐が実践だった。僕は3年間を3日に空けず宮古へ通ったものだった。戦後は浅草で再開せず銀座へ出たが、もはや高級店である。浅草独特ではないが、そんな気がする牛めし、またの名を亀茶部という。屋台でも売っていたが、泉屋のが一番高級でうまかった。高級といっても、普通が5000、大丼が10000。牛のもつをやたらに辛く煮込んだのをかけた丼ぶりで、熱いのをふうふう言いながら書き込むときは小さい天国だった。話は飛んで戦後の浅草。ところが僕、これはあんまり詳しくない。それに、浅草自体が独特の色を失って、銀座とも新宿ともつかない、いわばネオンまばゆく、蛍光灯の明るい街になってしまったので、浅草らしい食い物というのがなくなってしまったということもある。鶏の金田も、牛肉のチンヤも、天ぷらの中瀬も、みんな再開したが、それらの店も、特に浅草らしい匂いは持っていない。天ぷらの中瀬で思い出した。浅草の食い物店からスターが何人か生まれている。中瀬の息子が新東宝の中村龍三郎。牛肉の米久の娘が松竹の泉京子だ。米久の娘さんですと言って紹介された時、
僕はこのグラマーを見ていて食欲を覚えた。それから、とんかつの香取の一人息子が歌手の高橋真。浅草からこんな人たちが巣立ったというのも時代の波というやつでしょうな。浅草が浅草臭くなくなった代わりに、銀座に出しても引けは取らないというような立派な店も多くなった。喫茶のアンジェラスあたりも、綺麗だし、コーヒーはうまい。洋食店なども高級なのがかなりある。が、それに逆らうように浅草式で押し通しているところもあって、洋食の吉上、パイチなどは僕愛用の店である。が、それらにも増して、片手洋食のベルを忘れてはなるまい。片手とは、五だ。洋食何品によらず、一品50円というんだから、ちょっと驚いてもらいたい。で、それが決してひどいもんじゃないんだから嬉しい。もう一つ、これこそは浅草独特。絶対他にないのが、飯田屋の天ぷらの寿司だ。天ぷらの乗っている寿司。8個ぐらいあって1人前100円なり。味は、読者よ。いろいろと想像なさるがよい。古川ロッパ作、浅草を食べる。お相手は村上陽でした。ではまた。